ミソス,スキーは日本初の分散型ミニブログ用のオープンソースソフトウェアである。シーロが開発している。ミソス,スキーは短文投稿のための分散型 SNS である。利用者の投稿はノートと呼ばれる。ミソス,スキーは他の分散型 SNS と同様、管理者や設置場所の異なったサーバーが存在し、利用者はサーバーを選ぶ。 あるいは自身でサーバーを開設することによってフェダイバースに参加する。ミススキーという名前は作者のシーロンが名前を考えていた時に偶然聞いていたメインの楽曲ブレンダイバーの歌詞から取られている。ミススキーは GitHub 上でソースコードを公開しており改善の提案を行うことができる。自分で改造することも自由である。ただし改造した。 ミススキーでサーバーを運営する場合は、アグプルブさんに基づいて改造後のソースコードを公開する義務がある。また API が公開されているので、これを利用してアプリを作成することもできる。翻訳はクラウディン上で行われている。タイプスクリプトとノード JS を使って書かれている。データベースとして、ポストグレスクルを使用2018年2月以降は Web クライアントに ビュー JS を使用している。サーバー間の通信プロトコルには、アクティビタイプ部が使用されているため、ミススキーのサーバー間だけでなく、マストドンやプリロマなど、同標準に準拠した他のミニブログのサーバーと通信可能となっている。ミススキーは4種類のタイムラインを持つ。ホームタイムラインには、自分がフォローしたユーザーの投稿が新しい順に表示される。 同様にローカルタイムラインにはそのサーバー内のすべてのユーザーのソーシャルタイムラインにはホームタイムラインとローカルタイムラインを合わせたグローバルタイムラインにはリモートも含めてそのサーバーが認識しているすべてのユーザーの投稿が表示される。ドルフィンはミススキーの派生として2019年10月から開発が始まったオープンソースの分散マイクロブログソフトウェアである。 一人もしくは少人数サーバー用と向けとされている。サーバーの構築方法はミススキーとほぼ同じであるが、ビルドに要するスペックはミススキーよりも低い。ミススキーもマストドンもアクティビタイプ部企画に準拠した分散型 SNS であるが、依存するプログラミング言語とライブラリーが異なり API の互換性もない。思想的にマストドンが ツイッターやフェイスブックなどの中央集権型 SNS を批判する立場を取る。一方で、当初は分散型 SNS として設計されていなかったミススキーは反中央集権を施行しているわけではない。歴史。https コロンスラッシュスラッシュ missky-hub.net スラッシュ2021年9月29日閲覧。 アクティビタイプ部対応国産 SNS、ミススキー、リトアニアリタスも実装。www.itmedia.co.jp2020 年3月1日閲覧。プロジェクトは何を目指していますか ?https missky-hub.net 2021年9月29日閲覧。 ありがとうございます。